はい、こんにちは、総合監督と申します。イフトボールウィークはチャンピオンズカッツ。今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ、今回ですけれどもね、さあ、1ヶ月に1回のね、チャンスが回ってきました。スーパープロメテウス11連ガチャ。こちらのね、ガチャのね、このね、3回目、レジェンド出現率 10%。これを狙っていきたいと思います。これね、ちょっと毎月ね、引いていこうかなということで、先月から始めたんですけれどもね、はい、サブアカで毎回このね、3回まで引いて 10%。いつ引けるのかというね。はい。やっていきたいと思います。さあ、どうかな。ジーコもね、なんか強いらしいんですけどね。チーム的にはね、カンナバロ欲しいですよね。はい。そんな感じでいきたいと思います。では、参りましょう。とりあえず1回目、2回目は、ほぼ確率はないのかな、可能性ないのかなって感じですね。85選手カード出現率が 50%。まあ、普通のガチャやったら引かんけどね、まあ、3回引くんやったらっていうところですね。はい。できたら 10回引いて 30% っていう確率も悪いけどな、正直。はい。ということで、まあ、10% 引きに行こう。いきます。まずは一発目。まあ、無事ね、750溜まったからな。なんか、先月もこのぐらいのボールの溜まり具合やった気がする。さあ、星5引けそうな気がする。行きましょう。さあ、引けた。1回目。どうだ？ちなみに、カンナバーロってグレードなんもなの ?106 かな ?106 っぽかったよね、今。なんで、赤旗がカンナバーロの可能性ありますね。まあまあ、いきなり引けることはないやろうけどな。ジーコとカンナバーレタパカンナバーロがいいかな。ジーコも強いらしいね。うん。ジーコ。いや、ジーコありやな。お、パウトーレス来た。さあ、10連目。91。さあ、ここ11連目。見ていきましょう。さあ、明かり幅的に良くないな、これ。誰なんや。コアテスみたいな感じの選手か。うん。セバスチャン・コアテス。はい、微妙。さあ、行こうか。あ、106やね、やっぱりカンナバーロね。うん、なので赤旗でもまあヒゲすることはないぞという感じですか。さあ行きます。2回目。ここで、なんかこれもなんか結構金肌じゃない。金ボールね。星5流れてるんで、また引けそうな気はすんねんけどな。むしろ、うわ、星4や。うわ、ダメだ。オッケーオッケー。まあしゃあないな、これは。これね、チャレンジした結果やからな。ペトコビッチ。ペトコビッチ。ペトコビッチよくね。ホフマンもよくるし。ギアビ。マシナで更新してくれよ。てか、これマジでなぁ、ちょっと楽しいよな。なんかプロメテウス行くのは。これまでプロメテウスは引いてこなかったんでね。そういった意味でね。はい、スピナッツオーラかな。オッケー。お、めちゃめちゃサイドバックの選手。さあ、ラスト行こうか。星5出現率2倍。スーパープロメテウス11円ガチャ。これがね、確率 10% となっております。でもね、できたらね、金旗待ってほしいよな。では、行きましょう。さあ、来月もね、しっかり貯めていきたい。赤旗かー、どうや、これは。もう赤旗の時点でかなりね、選手、膨大やからな。10% 引けたのかどうか、審判の時、よろしくお願いいたします。さあ、もうこれもう10連目のね、上がり幅で大体わかるもんな。100前半やったら嫌やな。よし、いっか。カンナバーロ引けるか。まあ、2回目で成功するってことないと思うねんけどな。先月も多分あかんかって。確かあかんかってね。先月もあかんくて。確かじゃない。先月もあかんかって。今月は果たしてどうなのかというかね。なんか1ヶ月結構楽しみやったもんね。これ引くの。プロメテウス。そう、お、9連目でもう星5になったぞ。いい感じじゃない？ストーンズ。さあ、10連目。ワンチャンあるぞ、これ。上がるよ。あ、102か。これは良くないな。キーランティアニ。そしてラスト。これです。ここです。さあ。上がれ、お、いい感じ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 、あ、もう、うわー、くそ。うわー、ちょうどクレド106やってんけどな、ちょっとあるかなと思って思ったわ。山頂、まあでも星5、3枚抜けたと思えばね、悪くはない結果なのか、ジェイドン山頂。いや、でもやっぱりレジェンド欲しかったな。非常に残念。マジでカンナバール欲しかったな。アズーリのリーダーね。これめっちゃ強そうやんけ。ディフェンスリーダー、アズーリの壁。このアズーリの壁っていう固有のスキルがいいよな。アズーリを世界王者に導いたカティナチオのシチューやって。うわぁ、羨ましい。クラッシャー。羨ましい。いやぁ、悔しい。ただ身長あんまないね。176センチ。まあでもいいわな、これ。めっちゃいいやん、スキル構成。欲しいな。ということでね、残念ながら2月度のチャレンジ、失敗してしまいましたがね、まあ、3月もね、頑張って、プレミアムボール貯めてね、このね、スーパープロメテウス11連ガチャ引いていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ということで今日この辺で終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。